こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。お仏壇の処分に伺いまして、お仏壇台付きの上と、下台と両方とも、毛布で梱包いたしました。大きい仏壇でしたので、それぞれ毛布2枚ずつ使っての梱包になりました。これから台車に乗せて車に積み、当店に持っていきまして、お坊さんにお経をあげていただき処分いたします。ありがとうございます。